焼きたてのハムチーズパンに、こちらは揚げたてのシナモンパン。見ているだけで美味しそうなこちらのパン工場、実は4ヶ月前から直売を開始し大人気になっているんです。他のところに比べると結構安いっていう感じがあるので、理由は驚きのコスパ。クリーム揚げパンが1個130円、チョコクロワッサンは1個150円と、手作りにもかかわらず超お値打ち価格なんです。実はこちらのパン、学生の頃食べてましたんで、懐かしいなと思って美味しいですか。高校のパン、そう、学校の購買で売っているパンでした。お値打ちなのも納得です。でも一体なぜ購買のパンを一般に販売するようになったのか、そこには今時の事情が。我々の出番がなくなったということですね。岐阜市で大人気の購買パン、直売工場の一日を取材しました。昭和22年創業、岐阜市の武蔵屋パン。午前7時、工場内ではすでにパン作りが始まっていました。その数およそ40種類。売れ筋商品はというと、シナモン揚げパンですかね。シナモン揚げパン、昔いうコッペパンにパン粉つけてシナモンで味付けしたパンが、もう若い方からご年配の方まで幅広い年齢層に支持を受けている。一番人気がこの揚げシナモンパン。サクッとかじると口の中にふわっとシナモンの香りが広がり、懐かしい気分に。あとあん食って言って中にあんこ詰めたもの、あとコルネ、コルネもクリーム味、チョコ味、抹茶味、3色ありますけど、まあ抹茶ブームもあって抹茶がよく売れたかなって、去年は特に。値段はほとんどが130円から150円の間。手間暇かけて作った商品にもかかわらず、財布に優しいお値打ち価格なのが嬉しいところです。午前10時半、スタッフが車に商品を積み込んで出発します。向かったのは市内の高校。県内12の高校に出来たてパンを持っていき、購買コーナーで販売しているんです。たくさん買ってくれますね、本当に、ね、貴重なお金、かわいいですよ。お昼のチャイムと同時に開店。生徒たちが早く早くと行列を作っています。どうぞ。はい、いらっしゃい。クロワッサン、ストロベリー、ストロベリー、はい、150円ね。はい、ありがとうね。今日はメロンパンです。メロンパンです。もう一番美味しいですね、これは。毎日買ってます。めちゃくちゃ助かりますね。弁当とかだけだと足らないとことかあると、やっぱこういうのでね、補えるし、お腹いっぱいになるし、昼前にやっぱ早弁じゃないですけど食べちゃったりするんで買っちゃいますよ。なんか急に食べたくなったり、なんか小腹が空いたり、そうコメント足らなかったりとか。やっぱ女子でもそんなんあるんですね、こう。お弁当足りないみたいな。中には生徒たちに混じって先生の姿も。
先生もたまに買いに来られるんですか？たまに来ます。たまにです。いや、めっちゃありがたいですよ。うん、もう私が手抜きしてることバレるのであんまり聞かないでください。生徒たちに少しでも安くて美味しいパンをと、時には徹夜をしてまで長年パンを作ってきた池田社長。うちがやらんかったら、まあ、岐阜の中心部の高校はパンが昼の食べるのない、本当に。だから大優先、生活よりもここを大優先してる。まあ3年間ですけど、そうやって仲良くなってね、でまた卒業してっていう、まあ、その繰り返しなんだけど、やっぱそういう喜んでもらえる姿を見るとパンもちょっと大きく作ったりとかサービスしちゃうよね、ついつい。だから安いパンになっちゃうよね。午後1時40分、購買での販売が終了し、ゆっくりできると思いきや、再び何やら準備を始めた社長。2時からの一般の方向けの販売の準備をしてるんですよ。購買から帰ってきて2時からまた、並べて一般の方向けに準備をしてるところなんですよ。そうなんですね。バタバタです去年の10月から購買専門で売っていたパンを工場の一角で一般に向けても販売し始めました。美味しくて安いというお値打ちパンだけあって、午後2時の販売スタートと同時に待っていたお客さんが続々工場内へ。すごい勢いで売れていきます。いろいろなんかいろんなのがあるんで。結構買われてましたもんね。そうですね、あの子供の分も子供にもちょっとあげようかなっていう。結構なんか美味しそうだなと思って、いろいろ今あ、まだなんですけど、他のところに比べると結構安いっていう感じがあるので、中にはこんなお客さんも。近くの学校を卒業して、高校を卒業してるんですけれども、そこの高校に売りに来てたパンということで、はい、懐かしい感じで、これこれこれみたいな知ってるパンがいっぱい出てきて我々高校時代の時に、ここのパン屋さんの学食でパンを売りとって50年ぐらい前の話、懐かしいなと思ってあ、そうですか。学生の頃食べてましたんで、こればっか食べてましたね体型の通りこれだけですしかし、なぜ高校の購買専門から一般の人にも売るようになったんでしょうか。社長に聞いてみると、高校が、オンライン授業になったり休校になったりして、我々の出番がなくなったということですね。ひどい時、月ですと85% 減まで行きましたので。新型コロナの影響による売上の大幅減、オンラインや休校で生徒たちが学校に来ないとなれば、購買パンの出番もありません。少子化やコンビニ人気などもあり、いよいよ会社が立ち行かなくなると、去年10月店頭での小売りを決意しました。一般販売向けをやろうということで、次の日にもすぐに表に机を置いてやりました。まあ、宣伝もなく。不安の中で手探りのスタートでしたが、口コミでお客さんが増え、わずか2ヶ月で人気店に。正直、店頭販売してお客さん来てくれるのかなっていう不安はありましたけど、本当にすごいお客様に来ていただいてありがたく思ってます。今までやってきたことが間違ってなかったんだなという思いですね。まあ、日々やっぱり朝早くからもう一生懸命やってきましたので、懐かしい感じで、これこれこれみたいな知ってるパンがいっぱい出てきて25年ぶりぐらいになるんですかね、こればっか食べてましたねアゲシナモンパンやクリームクロワッサンなど、
高校の購買用のパンを去年10月から工場で直売し大人気になっている岐阜市の武蔵屋パン。でも人気の理由、実はパンだけじゃないんです。そうですね、惣菜系もいろいろと作っております。惣菜も驚きのコスパ。20種類ほどのメニューはパン同様ほとんどを自社で手作りしています。人気の焼きそばはなんと180円、生姜焼き丼390円、自家製チャーシューの丼も390円と、どれもパン同様お財布に優しい価格です。チャーシュー丼とか、そうですね、そういうご飯も売ってるし、ちょっとお昼に一回ちょっと食べてみようと思って。今後購買の売り上げが持ち直してきたとしても工場での直売は続けていくという社長。最初は半信半疑でしたけれども、まあ、売上減で始めたことが、まあピンチがチャンスになったかなという感じで、やっぱりこれからも小売も継続して購買もできる限りやっていこうと思ってます。精一杯頑張っていきます。作っていきます。